はい、皆さんどうもこんにちは。エルと申します。本日もよろしくお願いいたします。ということで、今日はねちょっと雰囲気を変えて一人ねカラオケの方に来てまして、こちらで撮影をそのままさせていただいております。はい、今日何話していくかっていうと、実は先日あのちゃんのね YouTube のチャンネル、あのチュールの中で、まあ、ファンからのプレゼントを紹介するという動画がありまして、で奇跡的に私のプレゼントも紹介されるという、本当に奇跡が起きました。はい、本当に奇跡です。先日のねその写真集のお渡し会があり、まあ、そこで、まあ、ファンの方たちが置いてきたねプレゼントの一部を紹介していただくという動画だったんですけども、本当神動画でね、もうコメントはね、矢野ちゃんのファンはさすがにねセンスいいとか、もうそういうなんかお褒めいただくようなコメントがすごく多かったんですけど、まあそしたら昨日ちょうどストーリーダンちゃんが、いやお前ら褒められてすげえじゃんみたいなストーリー上げてくれて、そしたらそこの写真にも実は自分の差し上げたプレゼントの写真を使ってくれたんですよね、そのワンカットの写真を。うわ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 、また奇跡起きたということで、まあ誰も話す相手がいないんで、ちょっと皆さんと話していこうかなという動画なんですが、何差し上げたかっていうと、バレンシアガのねピンクのサンダルを差し上げました。もちろん自分にとっては安いものではないし、まあかなり気合を入れたプレゼントではあるんですが、いや本当にね熱狂的なファンの方が多いので、もう女性のねファンの方のそのセンス、そのコスメだったりアクセサリーだったり、もう自分が女性だったらそれ差し上げたかったなっていうようなプレゼントが本当にたくさんあったし、紹介されてない中にもたくさんあっただろうと思うんです。まあそんな中で、まあ、こんな自分が差し上げたプレゼントも紹介していただけると、しかもどのプレゼントに対してももう一個一個ね、あの可愛いあのちゃんらしいリアクションと丁寧なコメントもいただいて、もうあのちゃんの性格の良さをね、そのあのちゃんのファンじゃない方にもね知らしめた動画になったんじゃないかなと思っては、この多分チャンネルやってなかったら、まあ、あのプレゼントに自分はたどり着かなかったし、まあ、なんであのプレゼントにしたかみたいなちょっとしようかなと思うんですけど、いやまずこの、まあ、男性の、まあ、しかもおっさんの自分がなんかこうずっと身につけるようなアクセサリーとかあげるのもなんかキモいかなって思ったりして、だから消耗品か何かこう瞬間的に使えるようなものがいいかなって自分の中でもね思って、でまあまあ履き潰せるサンダルだったらっていう、それとブルーが好きなあのちゃんに対してあえてピンクを選んだのも、今やっぱりあのちゃんピンクブームって自分で言ってるし、これが多分ね一般的な方だと、まあ、自分とか自分の周りの洋服本当に好きな子たちもみんなそうなんだけど、ずっと使おうとかこう一生もんだみたいな感覚の方が薄いんですよね。それよりはやっぱ今着たいもの、今気分なものを身につけたいっていう、まあ本当に洋服をその呼吸するように買い物をするようなタイプの人たちってそういう考えの人が多いと思うんです。であのちゃん物持ちものすごいいいんで、なんかそのよく言ってますけどね、中学生とか本当に昔に買ったジャージとか着てたりとかするんですけど、それって結果論であってずっと着ようと思ったら多分ですよ、多分買ってないんじゃないかなって思うんです。まあ自分なんかの場合も結果として今から20年も30年も前に買った古着の T シャツとかもたくさんあるし、今も時々引っ張り出して着ることもあるんですけど、もうそれはあくまでも結果だと思ってるんです。だからなんかこう本当に今瞬間的にあのちゃんの気分がちょっとだけ上がるようなものが届けばいいなと思って、あのピンクのサンダルを選ばせていただきました。はい、まあもちろんねあのちゃんが時々バレンシアガを身につけてるのも分かってたし、そのブランドとしては当然あのちゃんが好きそうなものの中でね選ぼうとは思ったんですけど、かつあれ実は現行品、まあ好きな方は気づいた方もいらっしゃるかもしれないですけど、現行品のバレンシアガじゃないんです。前もって用意しといたんですけど、そう多分現行品のバレンシアガだったら今のあのちゃんだったら手に入らないものないかなと思う。もしかして欲しいものだったら持ってる可能性すらあるし、そうこの間もちょっと何かの写真見て、ああ、あの靴も持ってるんだみたいなのもあったんで、そうなると現行品じゃないものの中でかつ今の気分にはまりで瞬間的に、まあ、今だけちょっと使ってもらってちょっとだけ気分が上がるようなもの、ああよかったって思ってもらえるようなものがプレゼントできたらいいなっていう気持ちであのサンダルを選びました。はい、
実はあのサンダルに合わせてというか、まあ、セットでいろいろそのプレゼントの中には仕込んでおいたんですけど、まあ、それも果たして届いてるのかどうか、その当然スタッフの方のチェックが入ってると思うんで、バラされちゃって別々になっちゃってるかもしれないんですけど、まあそれもね、どっかで使っていただける機会があれば自分としては本当にありがたいなと。まあもうそもそもね、この動画で紹介してもらったと、そのあのちゃん自身が手に取り、動画用の仮にですよ、ギリでね可愛いって言ってくれたにしても、もうそれだけで十分かなって自分の中では思ってて、そういや本当にね、その自分なんかまだまだにわかファンだと思ってるし、その熱狂的なファンの方がたくさんいる中で、まあ、自分なんか そのプレゼントが紹介されたことは、逆にその熱狂的なファンの方たちに対しては申し訳ないなって気持ちも逆にあるし、もう個人的にただただ単純にいやもう本当に嬉しいっていう気持ちも両方あるんですけど、そうだからなんか別にこのお話をしたことがなんかその次のあのちゃんのプレゼントを参考にしてねみたいな、そんな偉そうな話じゃなくって、ただ自分はなんかそんな形で選ばせてもらいましたっていうのと、まあ、またなんか機会があればね、ライブの時とかプレゼントボックスあるし、前回の時もプレゼントボックスには入れてきたんですけど、まあそんな形でもあのちゃんにプレゼントを届けることはできるんで、まあファンの方がねまたライブとか行かれる際にそのプレゼントボックスにそのルール違反にならないものを置いてくるのはすごくいいんじゃないかなって、あの動画を見ると本当に思えるなって思いました。そうで、最大の問題なんですけど、あのちゃんって身長と体重以外公開してないんですよね。で当然男の自分からするとあのちゃんの指のサイズとかやっぱちょっと想像しにくいし、まして足のサイズもね、えお前なんで分かったんって話かもしれないですけど、分かってないですよ。実はその前のあのチュールのその体重の動画で体重計に足を乗っけるシーンが一瞬だけ出てくるんですけど、あの体重計と同じものを電気屋に行って計測してある程度このぐらいかなっていうのをもとにあのサンダルのサイズを選びました。はい。だからちょっとあのちゃん非公開って言ってるんで、もちろんこの購入したサイズはここでは言わないんですけど、あそこからある程度の目安で勝手に想像で購入したという、本当にだから合うか合わないかも分かんない。特にあのハイブランドの靴ってモデルによって全然サイズ感が違うので、果たしてあれで合ってたのかどうか、だからちょっと、まあ、簡単なメモ書きみたいなのをつけて、まあ、サイズが合わなかったらね、あのちゃんの得意なあのスリッパダンスに使ってもらえれば、まあまあネタとしても良かったかなって、そうそう思ってるんで、まあ、最悪はスリッパダンス用にしていただけたらなというあのメモもつけさせていただきました。はい。いや本当に今回はもう洋服がただただ本当に好きで良かったなと、もうこの日のために洋服好きでいたなって思うし、この日のために YouTube やってたなとも思うんです。多分このチャンネルやってなかったら多分出会なかった、気づかなかったというか気づけなかったプレゼントだと思うし、本当にもうあのちゃんには感謝しかないなと。当然ね、紹介された皆さんもそう思ってらっしゃると思うんで、もうファンを代表なんてずうずうしいことも言いませんけど、まあ皆さんの気持ちをね代弁して本当にもうただただありがとうというお礼は申し上げたいなという感じでございます。はい。まあまた何かねちょっとそのあのちゃん関連のことも前にちょっとファンのファンのじゃないあのちゃんグッズの紹介とかも動画の中でさせてもらったりもあるんですけど、まあまあ本当弱小チャンネルなんでね、このチャンネルで何か影響があるようなことはないとは思ってるんですけど、まあちょっとファンの方とつながれたりとか、もう本当にねコミュ障なんで、こうやって一人で携帯に向かってダラダラ喋ることはできるんですけど、実際あのちゃん目の前にしたらもう全然言葉が出なかったし、買ってきたんでって言ったらプレゼントみたいな、あのちゃんの方から聞き返してくれて、ああそうですそうです、もしよかったら使ってくださいって言って逃げるように帰ってきたんですけど、もう情けないなと思ってるんですが、ライブ会場に行ってもねなかなかこうどなたかに話しかけるなんてことができないんで、まあぜひ何かライブ会場とかでもねちょっとお話できるようなことがあればぜひ仲良くもなりたいなとも思いますし、はい、コメントもまた何かいただけたらなと思っております。はい。ということでね、本日はちょっといつもと趣向が違いますが、もう単純にあのちゃんにプレゼント紹介されてめちゃめちゃテンション余ってますっていう、簡単に言うとそういう動画でございました。はい。ということで最後までねご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。